本日令和5年2月9日こちらは鹿児島が誇るトップホテル城山ホテル鹿児島に参りました。今日はですねエメラルドホール一番大きなところに用事があって参りました。藤崎武さんから連絡があって今日はですね岩崎財団70年式典&祝賀会ということで私動画でも何度か申し上げてますがなんとかね岩崎義太郎会頭にドルフィンポーター土地のことをお聞きしたいということで秘書の方には連絡してるんですけどやっぱり立場もあって YouTube なんぞに出られるものかということでなかなかね成功してないんです。見てくださいこの綺麗な、ね、桜島と天文館最高の眺めですよ ね。ここ綺麗な露天風呂があるんです。ぜひおすすめですので行ってみてください。1300円ぐらいだったかな入湯料は。はい、城山ホテル鹿児島藤崎さんに連絡しよう。トップホテルだけあってもこうやってこれ多分ね岩崎財団の出席者の方ですね藤崎さん着きました。え、すごい和牛能力共進会鹿児島大会、ね、エメラルドホールはもうこちらなんですよね。あ、いらっしゃいましたね藤崎武さんに。お、伊藤知事です。伊藤知事こんにちは。すごい、そうそうたるメンバーが。あ、お疲れ様です。ここで一言じゃあいただいていいですか。今伊藤元知事トイレ行かれてる。はい、伊藤さんにお渡したらいいですよって。本当ですか。はい、インタビューちょっと一言もらいましょうって言います。言えます。行きましょうか。出てきたら。あ、嬉しいです。はい、で、岩崎財団の70周年式典に、はい、なぜ藤崎さんが。あ、そうですね。私岩崎財団が作っております岩崎学生寮の卒寮生で鹿児島地区の同窓会の会長もしております。伊藤もたち。あ、伊藤さんだ。お疲れ様です。頑張って。はい、頑張って頑張ってですね。さっきと違うじゃないですか。はいはい、出てもらうって言ったのに。なかなかですね伊藤さんは。なかなか。そうお疲れ様です。お疲れ様です。すごいですね。皆さん藤崎さんに挨拶されますね。いろんな形でお会いしてますからですね。すごい、はい、で、財団の今説明の途中でした。そうですね、昭和の27年から28年にかけまして、あの岩崎産業の創立者の岩崎与八郎法が個人資産の中からそういった学生を支援する財団を作ろうと言って始めたのが岩崎財団になります。はい、そこで岩崎賞という奨学金の事業とか優秀な人を表彰する岩崎賞、それから奨学金事業、それから最近では、文化財団賞とかって特あの一芸に秀でた方を表彰するような仕組みを作ってますし、またあの東京に進学した鹿児島出身の学生を受け入れている岩崎学生寮の事業もやっております。私はその寮の方の卒業生です。なるほどですね。寮の卒業生で私も知ってる方いますよ。下鶴さん、あれ違う、はい、下鶴さんだ今の、はい、下鶴市長も岩崎学生寮の出身ですね。ですよね。ということは、はい、今日は本当にそうそうたるメンバーが集まられるんじゃないですか。そうですね、あの財団の方であの選ばれメンバー選ばれたと聞いてますけれども、はい、まあ、卒業生とかあるいは、まあ、岩崎財団の事業にご理解示していただいている経済界の方とか来ていると聞いております。じゃあ知事とか、はい、マスコミは当然のこと。そうですね、じゃあ今日ニュースに出るかもですね。そうですね、ニュース入るのかな。席次表ってあるんですか。ありますね。え、もしか岩崎さんどちらですか。岩崎義太郎さんで塩田知事さん。塩田知事隣ですね。はい、下鶴市長さん、はいはいはい、議長さんとか入ってますね。教育長さんとか入ってますね、はい、すごい、はい、東條さんはどちらですか。はい、鹿児島県教育長さんです。あ、すごい、そうそうたるメンバーが。よろしくお願いします。ですので、まあ、あの鹿児島からたく
さんの学生が東京に進学する際に、うん、岩崎学生寮で過ごすことによって、うん、経済的な負担をすごく抑えることができて、学生生活ができますので、私自身もできましたので、すごくありがたかったなと思ってますし、岩崎学生の特徴は東京で寮から一歩出るとなんちゃって標準語を使って、うん、寮に帰ってくると鹿児島目にワイワイ喋ってという、なんか不思議な空間です。今日私 Zoom でインタビューしたのは村田京子さんって知ってます、はいはい、参議院議員で、はい、岩崎学生寮出身です。そうなんです、はい、もう本当そうそうたるメンバーで、柳田みどるさんもですね。あ、そうなんですか、はい、ですね、なるほど、ね、じゃあ今日は6時からですか。はいですね、はい、15分前ということで、はい、理事なのに多分準備もあるかと思いますので、はい、インタビューはここまでにしまして、はい、一つお願いがあるんです、はい、岩崎義太郎さんと話す機会とかないんですか。あります。あります、はい、ドルフィンポーター土地についてのインタビューをね、はい、ぜひともしたいと思って、ね、秘書の方には私電話したんですよ、はい、でまあ、連絡待ちなんですけど、まあ、YouTube なんざるものに出ていただけないだろうとは思ってるんですけど、はい、ちょっとねぜひおつなぎいただけたら嬉しいなと。商工会議所の回答の立場がありますので、うん、商工会議所のそういった、ね、部門にお願いしてもいいのかもしれませんね。はしたんですよ。したんですね、うん、どうですか、怖い方ですか。いや、そんなことないです。本当ですか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ頑張ってください、はい、頑張ります、はい、大丈夫大丈夫ということで、藤崎さんのインタビューが終わりました。岩崎義太郎さんにインタビューをするということで言いましたけど、嘘です、ね、そんなことを突撃で言ったら大変なことになると思います、ね、まあ岩崎さん優しい方ですか、怖くないですかって言いましたけど、まあ、いろんな噂でですね、まあ、非常にマスコミ嫌いだし、大手メディアもインタビューするのには決まった記者じゃないと、指名制の記者じゃないとダメだとか、瞬間湯沸かし沸騰期という方もいらっしゃいました。私が言ったわけではありません、ですのでしっかりとした手続きでインタビューを申し込んで、いつかはインタビューをしたいなと思っております。岩崎義太郎さん、見てないと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。城山観光ホテルからお届けいたしました。